はい、録画を、はい、ただいま録画を開始いたしました。はい、それでは今日はよろしくお願いいたします。はい。お願いします。よろしくお願いします。はい。それでは最初にチェックインというのをしたいんですけれども、本日はそのスポックというのが、メインのトピックになっております。はい。はい、部屋が散らかっている方は、いいですよ。化粧されてない方も、カメラオフにしてくださってもちろん結構です。はい。はい。本日はですね、スポックというのが、メイントピックになっておりますので、スポックといえば、スタートレックなんですが、すいません、スタートレックを見たことがある方は、チャットボックスにお書きください。はい、それが本日の、チェックインです。はい、見たことない。そうですか。まあ、そういう人もいらっしゃいますよね、もちろんね。はい、いや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、いいんです。はい、はい、はい。ありません、みんなないの？あ、見たことある人は、あ、一人しかいない。あ、はい、はい。あ、そうですか。意外とマイナーなんですね、日本語教室内では。そうですか。わかりました。そうですか。ですね、わかりました。じゃあ、見たことがない方が結構いらっしゃるということを前提に、本日は、やらせていただきたいと思います。はい。それではですね、その間にちょっと、まだ皆さん、お書きくださって結構なんですが、その間にですね、トラブルが起きた時のことをちょっとご説明したいと思います。時々ですね、マイクとかカメラが機能しないとかですね、そういうことがよくありますが、その場合は、もしですね、USB でカメラとかマイクがつながっている場合は、USB を一度抜いてからまた差し込むと問題が解決します。それでも解決しない場合は、一旦ですね、退出するとか、あるいは Leave Meeting って書いてある、あ、普通は赤い文字で書いてありますが、それをクリックして出てから、もう一回入り直すと、ほとんどの問題は解決しますので、まずはそれでやってみてください。はい、よろしくお願いします。ではですね、本日の、予定をですね、まずご説明させていただきます。最初に20分程度に、程度で収めたいんですが、スポックとは何かということと、それから僕が実際にやった時に使った4つのツール、反転授業用のツールと学習管理システムと Google スライドと Zoom クラウドミーティングについて簡単に、まあ、20分以内でご説明させていただきたいと思います。で、その後小グループで、20分間で、情報交換をいたしまして、最後に全体での質疑応答ということでやらせていただければと思っております。よろしくお願いします。はい。はい、ではですね、まず最初にスポックとはということで、簡単にご説明させていただきますね。はい。で、あ、質問のある方は、チャットボックスにどんどん書いていただいても、書いてくださっても結構です。ただ、僕が見落としてしまうことがありますので、その場合はもう声に出していただくか、あるいは他の方が、村上さん質問来てますよというふうに教えてくださっても結構です。あ、それとですね、はい、今ちょっと音が結構しているので、一旦皆さん全員をミュートにします。すいません。はい。何か緊急で声を発して質問とかされる方は、ご自分でアンミュート、つまりマイクをオンにして、ご発言ください。はい。はい、ですね、じゃあ、スポックとはということなんですけれども、そうだ、その前にすみません、皆さんに今のですね、このスライドをちょっとシェアしたいと思います。はい。このスライドの番号が、ちょっと待ってくださいね。あ、今ね、スライドの番号が、すみません、ちょっと、あ、ちょっと時間かかるので、すみません。ちょっとこれは、じゃあ、スライドは後で後ほど、ご紹介しますね。はい。あ、止まったけど、今出るかな。ちょっと待ってください。はい。では、今からチャット欄に、僕がお見せしている、スライドを、共有させていただきます。ですので、リンクなんかも皆さんがこれから、ご自分で、リンクを開くこともできるようになりますね。はい。はい、ただいまチャット欄に、チャットボックスに、このスライドの、
リンクをコピーいたしました。はい。はい、でまずそのスポックということについてご紹介したいんですけど、まずスポックとは何ではないかというとですね、実はこれは今ではムーク、というものに対する、対立概念と言ってもいいんじゃないかと思いますが、そういう感じで使われることが多いですね。ではムークとはじゃあ何かというとですね、ムークっていうのはこの英語で言うと Massive Open Online Courses の、略で、日本語では大規模公開オンライン講座というふうに言われていることがあります。ただ実はですね、この SPOC というのは最初は MOOC の一部として出発したんですね。で、MOOC っていうのはその、規模が大きくてかつとても機械的なので、あまりその人間的なコミュニティが作りにくいという面があるので、それを補完する、機能をその実現するために、できているというふうに私は最初は出発したというふうに私は認識しております。で、MOOC は大きいものはもうすごく、巨大なものがあります。一番大きいのはコーセラというので、3000万人が登録していて、でこの中のさらに一番大きいものはですね、確か Learning How to Learn とかいう勉強の方法についての、オンラインコースだったんですが、それはですね100万人以上が受講したのが、少なくとも去年の中ではそれが一番大きい記録ですね。はい、つまり一つのクラスに100万人がいるという、そういう、ものがこの MOOC というものです。じゃあ SPOC は何かというとですね、そのこの OC の部分は MOOC と同じなんです。オンラインコースなんですね。だけど最初が、SP なんです。この SP はスモールで、プライベート、つまり小規模で非公開、これがSPOC なんですね。で、例えば僕がですね、今やっているその行動中心アプローチに関する、このスポックもですね、77人の方が参加しています。で、これはさっきの1クラス100万人に比べたら全然少ない数ですが、でも僕がやっているオンラインコースの中では、今やっている中では一番大きいものですね。少ない場合は10人とかそのぐらいのものもあります。で、このプライベートっていうのは、例えば、この行動中心アプローチのものも、反転授業っていう僕が一方的にしゃべるビデオが公開してますけど、ライブのディスカッションとかっていうのは一応録画はするんですが、登録した人のみに1週間だけ公開するという形にしているのでプライベートなわけですね。はい。で、あともちろんオンラインのコース、で、こういうものがSPOCになります。で、例えば今やってる今日ご参加くださっているものは JFT オンライン講演会という名前ですけど、大規模ではないですけど、まず単発ですよね。で、かつ録画は公開されるので、プライベートではないわけです。なので、今やってる今日のこれは、SPOC とは言わないのが一般的な理解だと思います。はい。で、MOOC はですね、もうとても技術力も必要だし、お金も必要なんですが、このSPOCに関してはもう全然それが必要ではなくなってきているわけなんです。で、例えばその、反転事業の動画配信サービスとかもですね、学習管理システムも、そのオフィスソフトも、ビデオ会議システムも、これ全部無料のものを使っています。あ、すみません。使うことができます。はい。今日実際使っているこの、Zoom は実は有料版ですが、でも無料版でもできます。それ後ほどご紹介しますがね。で、技術に関しても、MOOC の場合はサーバー管理とか、まあ、それに伴ってプログラミングとかがですね、とてもたくさん必要になってきますが、今日ご紹介するSPOCでは全くそれが必要ありません。では、何が必要かというとですね、技術レベルではですね、まあ、ここに書いてあります通り、なんかエラーが出たときにですね、画面の写真を撮って僕に送ってくださいと言ってそれに対応できるかできないかぐらいが今のところ、分水嶺というか、そのぐらいのレベル以上の人は、僕がいろいろ外部の人がサポートすることができるんですね。なので、そのぐらいの人がいればこのぐらいでしたらもうSPOCが十分主催できると思います。参加するだけではなくて主催もできると思います。ただこれができないと
画面の写真を撮って僕に送ってくださいと言ってもうまくいかない場合はですね、ちょっと僕もどういうふうにサポートすればいいかわからないんですよね。もう電源が入ってないからできないのか、それともそのアプリが立ち上がらないのか、立ち上がらないからできないのかとか、その辺が全然わからないので、もうやっぱり分水嶺はこの辺。自分の画面、エラーが起きたときに自分のパソコンの画面の写真を撮って、人に、その外部のサポーターに送ることができる。そこまで行けばもう十分、スポックを、主催できると思います。で、お金に関しては、ブロードバンドの接続料っていうのがありますね。日本だったらいくらなんですかね。まあ、2000円とかそんぐらいで1ヶ月ね、できるんじゃないかと思います。あと、パソコンもですね、もう200ドルの Chromebook で十分にできます。実際今、僕が使っているこのパソコンも Chromebook ですね。まあ、僕の場合は200ドルよりもちょっと高いですけど。はい、あと今、ちょっと見えてるかと思いますが、このイヤホン、これも14ドルの、安いものですから、もうこれだけあれば十分、スポックを主催することができます。で、スポックに向いている人っていうのはですね、まあ、一つは、まあ、ちょっといろいろ仕様が変わったりするので、リスクとかが、まあ、間違っちゃうことが結構あるんですよね。で、間違ったら、まあ、そこから学んでいけばいいやという感じの、リスクテイキングができる人と、あともう一つは、その、オリジナルのコンテンツを持っている人ですよね。まあ、例えばですね、その、国際交流基金の丸ごとっていう教科書がありますけど、丸ごとでしか教えられませんっていう人は、もう、ミナトっていうですね、無料のその、e ラーニングのものがありますから、そういうのにはちょっと、正直、勝ちにくいと思います。ですけど、例えば、その、客室乗務員だった人が、その客室乗務員向けの日本語を教えられるとか、そういうですね、オリジナルのコンテンツを持っている方は、こういうスポックで、授業をするのに向いていると思います。なぜかっていうと、世界のいろんなところから、そういうニーズを持っている人を集めることができるからなわけですね。はい。では、ここからはですね、4つの、ちょっと待ってください。今、はいはい。今のところありませんね。平田さんからちょっと質問してます。ハイブリッドの講座は SPHC か。そうですね。そういうふうに言うかもしれませんが、あまり聞いたことないです。すいません。はい。はい。時々こんな感じでチャットボックスを覗き貸していただきますね。はい。反転授業。まず反転授業に関してちょっとご紹介したいと思います。スポックでは必ずしも反転授業をしなければいけないというわけではないんですが、そういうふうにする場合もかなり多いですね。で、じゃあ反転授業とは何かっていうと、従来は教室で知識を、教えて、で、それで発展的な練習を宿題でやるというパターンが多かったんですが、反転授業はそれとは反対に、宿題で、予習として知識を教わるわけです。これは主に動画でやることが多いですね、この反転授業というときは。で、先生が顔を出してやる場合が多いです。で、教室ではもうそういう予習をしてきたことを前提に発展的なディスカッションなどを行うというパターン、こういうパターンの授業を反転授業と言っています。有名な本ではこのジョナサン・バーグマンの反転授業という本が一番有名だと思いますね。はい。英語のタイトルはフリップやクラスルームだったかな。はい。で、これはですね、Amazon の、アンリミテッド、読み放題サービスに入っている人にとっては無料で読むことができる本ですから、おすすめですね。僕も無料で読みました。はい。で、この動画を撮影するときにですね、動画を撮影するのもいろいろなツールがありますが、初心者へおすすめするものとしては、僕は Loom というものを、ご紹介したいと思います。で、これはですね、パソコンの画面を録画するんですが、左下の方にですね、自分の顔を出すことができるんですね。今ちょっとこの中を、ちなみにこの動画は、佐久間史郎さんという方の、動画なんですが、今ちょっと先に進めてみました。はい。ちょっと入ってない?ちょっと待ってくださいね。今、あれまだ入ってないですね。はい。今出てきましたね。はい。すいません。今、ここのところに、このビデオで話している佐久間史郎さんの顔が映ってますが、こんな感じで自分の顔を入れながら、プレゼンをするという、
で、それを録画するという。で、しかもそれをもう元々オンラインで録画されるので、ダウンロードとかアップロードとかが必要ないというものですね。なので、これはあの初心者の方にはすごくあのおすすめできると思います。これは Chrome というブラウザの、拡張機能なので、Chrome Web Store で、あのこれももちろん無料で、あの手に入れることができます。はい、佐久間さんって今日いらしてるんでしたっけ？今日はいらしてないのかな、はい、今日はいらしてないみたいですね。もしいらしてたらいろいろお話が、伺えるんじゃないかと思いますが、はい。で、じゃあ僕がですね、実際にどういうことをやっているかっていうと、あの、まあ、僕の場合は、この Zoom クラウドミーティングの録画機能と、それとその仮想背景というものを利用しています。で、この仮想背景というのは、例えばこの砂漠の、画像とかは、実際に僕が砂漠で話をしているんじゃなくて、後ろにあのはめ込んでいるだけなんですね。で、こういうのも Zoom クラウドミーティングでできます。ただ、これはあの有料版ですね。はい、ただ、一般的に録画するだけでしたら、Zoom クラウドミーティングで十分にできます。はい、でこちらはあのハロウィンの日にやったので、あのお墓の画像が後ろにあったりします。はい、であのただし、あの先ほどもちょっと申し上げましたが、反転事業というのは、スポックの必要条件ではありません。例えば、その冒険家メソッド体験会というのを僕やったことがあるんですけど、あ、すみません。5分ぐらい僕が その場でプレゼンした後で、あとは検索とかですね、実際の操作を、みんなでやるという、そういうのをやりました。で、この場合は体験、自分で実際に手を動かすというのが中心だったので、これでいいんですけど、あの一方的に知識とか情報を教えなければいけないときは、やっぱりあのみんなで集まって同じ時間でやる必要は全くないので、反転事業形式で、好きなときに好きな場所で皆さんが予習ができるというパターンの方がいいんじゃないかと思います。はい、次に LMS ですね。LMS は学習管理システムと言われていますが、僕の場合は Google Classroom というのを使いました。で、これはもちろん無料ですし、課題の提出とか採点とか自動採点機能がついています。で、今年からですね、今年のバージョンアップでコミュニケーション機能というのができました。で、カナダではあの公教育で非常に普及していまして、例えば私の娘の通っているあの公立中学校でもこの Google Classroom で課題の提出や採点などが行われています。で、中身もちょっと、ご紹介しますが、こんな感じで授業のトピックごとにいろんな宿題を出したりすることができるわけですね。はい、で、これはですね、ここの本当はここのところに、参加者の名前と顔が出てくるんですけど、今はちょっと非公開にしています。で、メンバーのところで、あ、さっきもう一回戻りますが、ここでメンバーというのがありますね。このメンバーというのをクリックして、どなたか特定の、メンバーの名前を、クリックすると、こういうページが出てきて、この人が今までどう課題を どれだけやっているかというのが一覧で見えてくるわけです。あ、すみません。この方の場合は、ほとんどの場合が提出済みだし、1回期限後の提出あの完了というのがありますが、それ以外はもうほぼパーフェクトというのが分かると思いますね。はい、では次は Google スライドというものですが、まあ、これはですね、もう本当にご存知の方は皆さん使いこなしていらっしゃると思いますけど、Microsoft の Word とか、Excel、あるいはあの PowerPoint とか、それに代わるようなものが、Google で出していまして、これらは全部無料で利用することができます。はい、で、これはもちろん無料で、あの何がいいかというと、ブラウザがあればいいわけですね。なのでインストールを新たにする必要がありませんし、学生さんにあの共有するなら PowerPoint よりもずっと簡単です。今皆さんが僕のこ あの Google スライドをご覧になっているのも、先ほどリンクを共有しただけでできてますよね。これが PowerPoint だとこれがなかなかこんな簡単にはいきません。ただしデザインテンプレートとかアニメーションの種類は PowerPoint の方が多いです。はい、では、これ最後4つ目ですが、はい、ビデオカンファレンスというのは、これは今使っているのがこの Zoom クラウドミーティングですね。なので、もう今ここにいらっしゃる皆さんは、もうご存知だと思いますが、ゲストとして入るだけでしたら、無料ですし、アカウントを作る必要もありません。でホストは有料版と無料版というのがありますね。で、僕はですね、
今は職場の有料版を使っていますが、個人ではずっと無料版を使い続けています。で、有料版との、主な違いっていうのは、あの 3人以上集まる場合は40分しか無料版の場合はあの使えないんですね。で、あとさっきあの砂漠の画像とか、仮想背景というのをやりましたけど、ご紹介しましたが、その場合は、それもあの有料版でしか使えません。無料版では使うことができません。あの今の時点ではですね。で、ホストとしてはどういうふうにあの操作すればいいかということはですね、これはあの日本語教育井戸端というそのウェブマガジンので、僕がソーシャルメディアをめぐる冒険というので連載をしてきました。この第19回が最終回なんですけど、そこでこの Zoom をホストしようというのが記事がありまして、ここで具体的に説明していますので、実際にあの練習されたい方はこちらをこのリンクを開いてみてください。で、僕の事例としてはですね、あのこの行動中心アプローチのオンラインコースでは、有料版の Zoom を使用していますが、でこれはあの今と同じように全員参加の場合の Zoom の使い方と、それと、1対1の面談というのをちょっとあの先週まではやっていたんですね。今週ちょっと事情があって今日本に帰ってきていて、ちょっとあのお休みさせていただいているんですが、先週は1対1の面談というのもこの Zoom を使ってあのやらせていただきました。で、それからですね、先ほどもちょっと申し上げましたが、冒険家メソッド体験会というのは、これは無料版の Zoom を使いまして、これはですね、無料版なので40分で終わってしまうんですが、でもそれがですね、逆にとてもいい緊張感を生むというのがあると思います。もうあの強制的にあのカットされてしまうので、切れてしまうので、それまでにこのプレゼン5分と、まあ、体験、皆さんが実際に体験、手を動かして作業を体験してみる、それから質疑応答を15分で、まあ、一応予備を5分入れていたんですけど、これをどうしやらないと本当に自動的に切断されてしまうという、そういう緊張感があって、これはこれで僕は別にいいと思いますね。なので普通の授業とかでも、あの無料版 Zoom でも僕は全く、構わないんじゃないかと思っています。まあ、あの国際交流基金のような公的な場所の場合はちょっと恥ずかしいっていうのがあるかもしれませんが、個人でやる分には僕はもう無料版を、僕自身は無料版しか使っていません。はい、はい、ではですね、ここまでで僕からのプレゼンを終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと時間過ぎちゃいましたね、すいません、はい、でここからは小グループで情報交換をしていただきたいんですが、グループ内ではですね、まず自己紹介をしていただければと思います。ごく簡単に20分でお願いしたいんですけど、でスポックを受講者として参加したり、あるいは主催者としてそれを主催した経験がある方はそれを話していただければと。あとはスポックに関する素朴な疑問、それから僕の今日のプレゼンに関する疑問、それから自分でやってみたいんだけど何か心配なことがあるという場合は、それを、話していただければと思います。はい、それではですね、ちょっとここまでで一旦はい、一旦グループじゃないです、すみません、スクリーンシェアを切りました。ここでですね、ブレイクアウトに分けさせていただきたいと思います。今32名いらっしゃいますから、で8グループにするとちょうど4人ぐらいですね。今これからですね、ご招待ブレイクアウトルームにご招待しますので、参加もしくはジョインという、ボタン、緑色のボタンだと思いますが、それをクリックしてみてください。20分でよろしくお願いします。はい、佐藤さん大丈夫ですか？
佐藤さん大丈夫？もしもーし。やばい。スライドの、はい、リンクを間違ってしまったので、今からスライドのリンクを送り直します。はい、佐藤さん、大丈夫ですか？わかんないな。あ、佐藤修さんって2に入ってんじゃん。わかりました。はい。ではですね、ちょっとブレイクアウトルーム1にこれから入ってみたいと思います。はい。あ、そう、その前に。19分測って。タイマーを19分にセットしました。
ルームに戻りました。次は、ブレイクアウトの2に行ってみたいと思います。大丈夫かな。そうですね。2以外は NP の方がいらっしゃるので。あ、7も NP がいないので、7に入ってみたいと思います。
じゃああと1分で、ブレイクアウトを閉じて皆さんが戻ってきます。はい、はい、皆様お帰りなさいませ。はい、どんどん今帰ってきているところですね。グループディスカッションは有意義に、行いましたでしょうか。はい、それではですね、グループディスカッションの時間が終わりました。ある程度の疑問とかはそのグループディスカッションで解消できたんじゃないかと思うんですが、もしですね、解決できない問題があったりとか、あるいはみんなで共有したい、コメントなどがありましたら、こちらで、ご質問あるいはご発信をお願いします。手を挙げるか、あるいはもう自分でミュートを外して、なんかおっしゃっていただければと思います。あれないですか。どなたか、あ、じゃあ、はい、アメリカの上田さんお願いします。今こちらの方でアンミュートできるかな。ちょっとアンミュートできる、はい、あ、できました、はい。グループで話してたんですけど、こうなんか具体的なこうそのスポックのやり方みたいなのを習う講座があればいいなっていう、そのいろいろ先生も慣れてらっしゃるので、こうなんかいろいろやり方はスムーズなんですけど、やっぱり実際やっていくにつれてなんかこうもっとなんかステップバイステップで習えるような講座があればいいなという話をしていました。はい、もしできればじゃあ僕の方でもやってみたいと思いますが、あれはですね、実は僕もですね、当然その最初からこういうことをやっていたわけではなくて、実はですね、これパイロットコースを2回やった後で、この行動中心アプローチのやつもやってるんですね。で、最初のやつは、はい、本当に Facebook で、Facebook の日本語っていうコミュニティ、日本語ランニングコミュニティっていうのがあって、そこの職員室の皆さんの中だけで、もう そこは本当に結構皆さん積極的で存じ上げてる方ばっかりだったので、そこの人を対象に、なんていうんですか、パイロット版というのをやって、でその後そのエドモントのですね、日本語の先生方を対象に半分オンライン半分オフラインみたいな感じで全く同じコンテンツをやって、で完全にこのスポックという形にしたのはもう本当に3回目なんですよね。なのでいろいろですね、そういう小規模に始めていけば、でいろいろ失敗もその都度ステップを踏んでいくので、3回目ぐらいにはあんまり大きなミスはしないぐらいになると思います。最初はいろいろ派手な失敗とかをいろいろやりましたけど、はいはい、はいはい、他にご質問の方はどなたかいらっしゃいますか。あ、じゃあ、真鍋雅子さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。反転授業のことについてグループで話し合っていて、はい、反転授業をいろいろ取り入れたいんだけど、なかなかやっぱり自分ですぐに作るっていうコンテンツ作るっていうのが敷居が高くて、何かその規制のものでっていうか汎用性の高いもので、何かこういうものを取り入れていくと割と移行しやすいですよみたいなお話とかがもしあればお願いします。あ、すみません、汎用性っていうのは例えば教材のことですか。はい、はい、で先ほども港のお話とか出たんですけども、まだまだその自分で作るっていうことが敷居が高い場合、なんかステップ的なものがあれば、具体的なもちろんものでもいいですけども、やり方として教えていただければと思います。そうですね、ちょっと実は別のグループでもその話をちょっとしたんですけど、もしですね、もし学校内の学生さんが固定している場合は、固定客がいる場合はもちろん丸ごとなりみんなの日本語なり、すでにお使いの教材を
スポックにするというのは十分可能だと思いますね。だけどそのフリーランスでお客さんを集める場合はやっぱりそれだとですね、もう e ラーニング の、例えば港とかにちょっとやっぱり勝ち目がないと思うので、その場合はオリジナルの方が強いんじゃないかと思います。だけどその、もう本当にそのあれです、例えば大学とかで学生さんがいる場合は、もう教科書を見せながらこういうカメラを使ってですね、見せながらやるようなパターンでもいいと思います。僕もですね、実は最初の、あの丸ごとで同じような授業をしたんですけど、こうやってですね、あの教科書をこうやって見せて、こことかですね、言いながら、かなりあのアナログな感じで1回目はやりました。それでも十分、もう学生さんが決まっている場合は、それでも十分できると思います。はい。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、すみません。他に、どなたかいらっしゃいました。あ、今手挙げてらっしゃるから、ちらっと見えたのは誰？あ、マッキンソン・アキコさん、お願いします。はい。アンミュートできますか、ご自分で。ちょっと待ってくださいね。わかりました。はいはいはい、はい、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆様に聞きたいんですけれども、このオンラインで、子供を最初に授業っていうのはできるものかなっていうことなんですけれども、じゃあそういうまず子どもを対象にやってらっしゃる方っていらっしゃったら手を挙げたり、していただけませんかね、オンラインで。今のところ見えない、あ、誰かがチャットしてる、あ、はい、やったことがありますって。山根さん NP だけどお話できます？できないかな、声だけとか。あ、じゃあ今手を挙げていったのは正江さん、松崎正江さん、ちょっとお願いします。はい、はい、私はスカイプで今小学生と中学生に教えてます。なるほど、ありがとうございます。吉澤さんも手を挙げてました。カナダの吉澤さん、秋代さんですよね。アンミュートできますかね。私は子ども教えてるんですけど、オンラインではないです。はい、あ、オンラインではない、わかります、はい、ありがとうございます。はい、あとですね、さっきグループの中、あ、じゃあ中尾さんお願いします。中尾さん、はい、私今まで、リアルで塾で子供に教えていて、でオンラインも自分はまだやってないんですけど、で日本語じゃなくて英会話って結構やってるじゃないですか。だから可能性はあると思ってこれからやろうと思ってます。うん、ただプライベートレッスンとかそういう形になると。ありがとうございます。その他にもですね、いくつかあって、多分一番日本語教育で有名なのはフッサの、なんだっけ、 NPO がありますよね。田中さんっていう方が、すいません、もし分かる方いらっしゃったらちょっとチャットにでも書いていただければありがたいですけど、あの方がすごく積極的に利用されていて、それはその、クラスで実際のクラスもあって、そこにオンラインでつないで、オンライン遠隔の人も勉強できるっていうパターンのものですね。田中、なんて読むんだっけ、数字の1に、あ、そうそう、YSC グローバルスクール。はいはい、そうです、ありがとうございます。はい、それで検索すると多分出てくると思います。あとですね、僕の家族も実は、というか、うちの子供なんですが、1人、これではなくて別の、カナダから日本語でできる、子どもの勉強会っていうのに参加していて、それは一番下の子は7歳から8歳とかそのぐらいの子どもでしたね。はい、もうこれと全く Zoom でやる、今回のこれと全く同じようなものが2ヶ月にわたってありました。で課題とかも出て、先生がそれに対して評価したりとかいうパターンですね。はい、はい、他にご質問の方、はい、ありがとうございます。はい、はい、他にご質問の方いらっしゃいましたら、挙手なり、チャットなり、あ、リツコさん、ベトナムのリツコさん、お願いします。アンミュートできますかね。はい、ちょっと待ってください。あ、大丈夫です。あ、今聞こえましたよ。あ、大丈夫ですか。はいはいはい、さっきのグループ会議でも話してたんですけど、実際自分特化したオリジナルコンテンツを作った場合、どういったツールを使って発信したり、まあ、集客するツールですよね。はいはい、まあ、どういったツールがあるのかっていうのを知りたいなっていう話をしました。はい、実はね、僕のいたグループでもその話出たんですけど、一番効果的なのは、その
もう例えば何でもいいですよ、歌舞伎でもいいしオートバイのツーリングをする人でもいいんですけど、そういう人たちのいるオンラインコミュニティを見つけて、でそのコミュニティのメンバーになって、それで実は日本語の勉強したい人は私が教え、こういう日本にツーリングする人の、オンラインコースやってますよみたいな感じで集客するのが一番現実的じゃないかなと思ってます。こういうニッチなコンテンツはあんまりお金をかけてですね、大量に広報するとかそういうのはかなり効果的ではないと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問の方いらっしゃいましたら挙手なり、あるいは自分でミュートを外して何かおっしゃってくださっても結構ですが、いらっしゃいませんかね。はい、それではあと2分なので、最後にですね、ちょっと待ってください。はい、具体的なところで質問が出てました。ありがとうございます。はい、すみません、ちょっとここにシナリオを書いているんですけど、はいはい。じゃあですね、最後にアンケートがございます。で、さっきですね、間違ってそのアンケートの URL を、配ってしまいましたが、もう一回配りますね。で、その後で、すみません。スライドのリンクもさっき配りましたので、ご関心のある方は、そちらも開いてみてください。今チャットボックスにコピーしたのが、アンケートです。はい、でこちらのアンケートにたくさんの方が答えていただけますと、まあいい悪いは別にですね、たくさんの方が答えていただけますと、こういうオンライン講演会がこれからも続けることができるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。村上さん、すいません、はいはいはい、スライドの、ね、リンク、ね、送られてきてないんですよ。初め送ったのアンケートのリンクなんです。ではスライドのリンクもう一度送ってください。じゃあもう一度送りますね。はいはい、ちょっと待ってくださいね。今佐藤さんが送って書いてくれましたね。はい、はい、佐藤さんが出してくれましたが、僕からも同じものをもう一回、やりました。はい、スライドのリンクがあります。はい、では皆さんがこのアンケートに記入してくださってる間に、次回の予告がございます。はい、次回はですね、はい、次回はモントリオールにお住まいの、瀬野康子先生がですね、日本とカナダの大学を結んで、学生同士を直接交流させるご実践についてですね、お話しくださいます。次はですね、講演会という名前ではありますが、こちらからインタビューするという形でなるべくカジュアルに、やりたいと思っております。なので皆さん堅苦しくない感じでお気軽に参加していただければと思います。日時は日にちはですね、12月19日を予定しておりますが、何時からになるかはちょっとまだ最終的には決まっておりません。改めてまたご広報させていただきたいと思っております。はい、それでは最後にチェックアウトですが、すいません、スポック、ミスタースポックがあまりすいません、ちょっとご理解いただけなかったようなので、はい、最後はですね、今日のご感想を一言ずつですね、チャットボックスのところに書いていただければと思います。それでチェックアウトとさせてください。はい、はい、では公的なコンテンツとしてはここで終わらせていただきたいと思いますので、録画も、ここで止めさせていただきますね。はい、この手知ってる人は今いないんですよね。すいません、スタートレックを知ってる人はこれで受けてもらえるんですけど、すいませんでした。はい、もし分かる人はこれでお願いします。どうもありがとうございました。すいません、ではこれでは録画を終わらせていただきます。失礼します。はい。